TPP って言いますとですね、農業の次に医療であります。今度の TPP がソフト産業、つまり知識換算とか制度、医療とか、それから、金融とかいったものに焦点が合ってるわけですから、日本としてはですね、医療が自由化されるの？医療が自由化されるって一体何なの？ってことになるわけですが、アメリカのお医者さんが来たり、それから今は保険制度が1本ですが、それが何本かのいろんな種類の保険制度になったりするっていう、医療が今まではもう本当一つだったやつが複数になるわけですから、これはこれで、一応は方向としてはいいわけです。自由競争になりますからね。ところが、それで医療が非常に今ピンチと言われておりますが、私は全然そう考えておりませんで、日本は医療は非常に素晴らしいんですよ。この図を示しましたけども、この図でですね、右の線、左の線かな、ピューッと上がってる線が、右の図と書いてあるのか、アメリカで、それから真ん中の線が OECD、OECD というのは先進国の平均みたいなものですね。それから日本が横ばいになってる医療費が横ばい、日本ですね。で、日本はですね、これを見てわかるように、高齢化率が高くなっても、医療費は上がっていないんですよ。それに対してアメリカは今、本当に保険で苦しんでますけどね、医療保険で苦しんでますが、天井知らずに医療費が上がっておりまして、医療費を受けられない人たちが非常に多く増えているという点で、オバマ大統領ももう困ってるわけですよね。日本の医療ってすごいんですよ。これ日本の医療がすごいのは、お医者さんもすごい偉いし、から老人もですね、高齢者も我々と我慢して自分はもう高齢者だって言ってあんまり過度な医療をしないっていう二つなわけですよね。ところがもう一つの問題は、かといっても医療費の負担が年間30兆円から40兆円になったと、GDP が今400兆円ちょっとですからね、やっぱり GDP の 10% を医療が占めるというのはちょっと問題なんですよね。最近税金が上がってきまして、税金やらあれやこれやですよ。税金だけだったらそんな高くないです。税金やあれやこれやで 20% 取られる。NHK とかね。取られるものが 20%。地方税あり。医療費で 10% 取られまして。電気代や何やら取られるとも、収入の半分近くはもう自動的に取られちゃう。自由に生きられないんですね。現在そうですから、TPP が来ようとなかろうと、我々日本人の今未来はですね、ピンハネグループが多くて、あまり明るい未来はないんですよ。そういうことを考えますとね、むしろ TPP が入ることによって徴収金が減るということは大いに言えるわけですね。確かに医療をやってる人は激変しますから、病院の経営も何も激変しますから、やっぱり嫌でしょうね。それはわかりますけども、日本の医療は非常にうまくいってるわけですから、だからアメリカに負けるということはないと思います。それからもう一つの日本の国内もですね、これ以上徴収金が増えるとみんなたまらなくなりますからね。だからやはり、あるところで諦めてくれと言わないと、日本型国民皆保険が維持できないわけです。で、高齢者に対して諦めてくれると言えるかどうかというのは問題で、やっぱりあるところでですね、国民全員にはある程度の医療をするけども、それ以上になったらもうお金のある人しかできないということで仕方がないと思いますね。これはもうやっぱり、もちろんその王様みたいにですね、一人の人に10人も20人もお医者さんを雇って専属で、そして最高の機械を使って治療するっていうことは、それは今の社会ではやっぱり人間全員にできないわけですから、それはですね、私多くの人がきちっと話せば納得できる。つまり、その医療が改善、医療が自由化しても日本の医療は強いのでまず大丈夫だということですね。まずこれが第一だと思います。それから国民側から言っても徴収金があまり高いんで、これもこのまま医療が多い、医療費が高くなる、税金高くなる、地方税高くなる、 NHK もあるっていうようなことが起こるよりかはですね、ある程度やっぱり電気代なんかも徴収金みたいなもんなんですよね。電気なくして生活するってことはできませんからね。だから、いいんじゃないかと思いますね。ただ、今問題になっている ISD 条項というのがあるんですけども、これはどういうことを言ってるかというとですね、物ですと物を売ってしまえば終わりですね。だから例えば関税が 100% の時と 10% の時、100% の時売れば倍になるとか、10% は 10% 高くなるということになるんで、それを覚悟で売ってしまえば終わりなんです。ところが制度のような問題ですね、
国が、日本国に対してどっかの国が投資をしますね。あるアメリカ企業が日本に1000億の投資をして仕事を始めたと。そう、日本がですね、その企業をいじめようとして、国会で、意地悪な法律を作るとしますね。そしてその会社が突如として、その赤字に陥るとします。例えばですね、日本人しか理解できないような入札の方法を作って、そして、日本人の入札を有利にするなんてことはできますからね。まあ、そうしますと、もう全然ダメになる。自分の国であれば議員を出したり政治活動したりできますけども、他人の国だから主権がありませんから、まあ、できないと。そうすると、この貿易は自由にするけども、主権も大切にする。貿易と主権を両方とも成立させるとしますとね、何かの決まりがいる。それが ISD 条項という、非常にみんなが文句言ってる条項なわけですね。つまり、日本の制度を変えるのは日本に主権があるのから勝手だけども、それによって外国の企業が損害を被ると、現実的には自由化したと言ったって、貿易は自由になってないわけですね。この問題はですね、非常に大きな問題なんです。これを理解するために実はモンゴルからずっと話をしてきたわけですが、モンゴル以来、まあ、国を全部取っちゃうのもそう、植民地にするのもそう、ブロック経済にするのもそう、全部ですね、結局は自分の国だけが有利になるようにしてきたんですよ。しかし、平和を絶対守りたいということになって、まあ、自由主義を認めているとなるとですね、ISD 条項というのは必然的に出てくるんですね。つまり、主権を持つ国が存在して、貿易が自由であれば、何らかの制約がいる。その制約は裁判で決定しなきゃいけない。ということで、これをまとめますとね、戦争はしたくないですね。それから自由貿易で日本を繁栄してきたし、これからも自由貿易でいきたいと。で、産業はソフト化したので、どうしても医療制度とか金融とかそういうものをしなきゃいけない。しかし、主権は残したい。つまり国会とか選挙は残したい。産業は国の、なんていうか、ものをできるだけ減らしたいということになると、結果としてですね、まあ、現在のところ ISD 条項以外に、アイデアがないわけですね。ISD 条項というのはどういうのかと言いますと、まあ、先ほど言ったように、まあ、外国の企業が日本に投資する。これ同じですよ。日本の企業がアメリカに投資する。アメリカである大農場を作る。そこで農業をして安い農作物を作って日本に輸入するということをする。まあ、そういうシステムを作る。もしくは日本の医療費が安いから、アメリカに日本の病院を作って安い費用で、病院を経営して大儲けする。そう、突如アメリカ政府がですね、日本の企業を追い出そうとして、悪いことをすると。そう、日本の企業がたちまち赤字に陥ると。そうするとその企業はどこに文句を言うかって言ったら、アメリカに文句言ってもアメリカは全然選挙権もないし何もないから、まあ、力がないわけですよね。だからダメだと。じゃあどうするの？いや、まあ日本の裁判所に訴えようと。まあこれが ISD 条項ですね。だから ISD 条項をなくして、自由貿易をできるかっていうのはやっぱりできないんですよね。そうしますとね、ISD 条項と違うシステムを導入しなきゃいけませんね。ISD 条項と違うシステムを導入するのに、どういうシステムを導入したらいいかっていうのは、これやっぱりですね、我々が考えつけばいいんです。つまりですね、人の批判っていうのは容易にできるんですが、批判するんであれば自分にアイデアがなきゃいけません。それをに増すですね。それに増すアイデアがあって、この場合もっと難しいのはですね、アメリカ人を説得しなければいけないという問題があるんですよ。だからアメリカ人はアメリカに有利にしようともちろん思ってますからね。アメリカ人がアメリカに有利にしようと思ってるのに、日本人が自分の都合だけ言ったってそれはダメなんですよね。それは当たり前ですね。ですからその意味ではですね、アメリカ人が納得するような、そういうそのことをですね、日本人が考えつかなきゃいけないということになるんですよ。ですから ISD 条項の批判をするのはもうやめて、それでは貿易の壁を下げたと、貿易の壁を下げたのはいいと。で、下げた後に、それじゃあ損害の出るシステムをどういうふうに直すかと。実質的に TPP って言いますかね、ソフトの自由貿易を
なくしていくっていう方向は、やっぱり第二次産業が 76%、まあ、60% 以上超してるときにはもう成立しないんですよね。そこのところを我々考えていかなきゃいけない。まあ、このブログでもそこを考えていきたいと思っています。